マナップル。一緒に自己紹介で、さらに、今年の夏に食べたいものといえばを付け足して、どんな人か分かるように紹介していきたいと思います。マナップルからどうぞ。はい、沖縄とパイナップルが大好き、最年長担当4期生のマナップルです。この夏食べたいものはもちろんパイナップルです。今日はたくさん皆さんを笑顔にしたいと思います。よろしくお願いします。4年になっても見つかり
りたい、ずっと最年少の気持ちでいるベレー帽担当、たなみです。よろしくお願いします。4期生4年生のたなみです。今年の夏食べたいものは、花丸うどんのネギ塩豚冷やしうどんのオクラとろろトッピングです。後で詳しく紹介するんですけども、今日この衣装、お披露目なんですけども、こちらの衣装を、ね、作ったのも私でございます。後でまたちゃんと紹介させていただきます。はい、絶対赤色名古娘の目力担当、5期生3年生のサークル長茶葉です。お願いします。茶葉ちゃん、夏に食べたいものは担々麺です。全然担々麺担々麺全然わかんないので教えてもらったら教えてください。茶葉、はい、東北生まれ東北育ち、黄色と三つ編みが担当の五期生由美子です。夏に食べたい食べ物はトマトです。よろしくお願いします。はい、謎娘のピンク担当、ウサギだけど猫が好きです。6期生ウサギです。夏に食べたいものは凍ったカルピスです。はい、七期のママ、謎娘のポニーテール担当、七期1年とナポです。夏に食べたい食べ物は冷麺です。今日は頑張ります。よろしくお願いします。ノリノキアイが座右の銘です。なご娘の根性担当、琴音です。夏に食べたいものはうなぎです。お願いします。琴音です。はい、チワワ大好き、チワワ食べたい。なご娘の末っ子担当、7期生1年マキュです。夏に食べたい食べ物はスイカです。今日は年中無休で食べたいです。よろしくお願いします。はい、ね、チワワじゃないんかいって言いたくなったところをちゃんと補足してくれました。今日ちょっと皆さんお分かりの通り、こうやってちゃんとお話するの初めてなので、みんな緊張しております。優しくしてください。よろしくお願いします。じゃ、最初2曲立て続きに踊らせていただいたんですけども、1曲目がフェスティブさんの大和なでしこサンライズ、2曲目が、あっぱれ原宿現あっぱれさんのカラフルミラクルディスカバリーです。2曲目のカラフル、違う、1曲目の大和なでしこサンライズは去年の夏予選に本当は披露する予定で練習をしてきていたんですけども、ちょっとね、やっぱり同じくコロナの影響で結局立てず、舞台には立てず、対面での練習もちょっとできなかったんですけども、ちょっとその時リーダーをやってた由美子さん、どうですか？はい、去年は私と、6期生の4人だけで、先輩が1人で、対面練習が1回もできない中でずっと練習した曲だったので、1年越しにステージで踊ることができて嬉しかったです。嬉しかったです。ありがとうございます。はい、それでは、早速次の曲に行きたいと思います。はい、猫耳装着して、このフォーメーションは竹内
強いと思うんですけど、実はチームカラー水色とピンク2色なんですよ。
なのでちょっと忘れずに覚えてもらえるように水色とピンク2色使った衣装を見せていただいております。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、それでですね、はい、ちょっと夏っぽいイメージもありつつ長袖だったりして冬にも着られるように作ってます。なのでちょっとこれから1年間はこの衣装を愛していただけるようによろしくお願いします。ですね、今日やった曲、今のところやった曲について感想を聞いていきたいと思います。ちゃまちゃんどうぞ。はい、今回、あ、ちゃまです。絶対変わろう、ねじからさんとちゃまです。今回のやった曲、全部お気に入りなんですけど、特に聴いてほしいなって思ってたのが、さっき踊った愛を知るで、これは今年の三陸公演でも踊らせていただいたんですけど、去年の今年の冬敗者復活上がったら決勝戦で踊ろうと思ってた曲で、でなんか今回先輩が卒業しちゃってメンバーがちょっと違うんですけど、今回それでもクオリティ高いものになってると思うし、すごい思い入れある曲なので、なんか気に入ってもらえたら嬉しいなって思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。思い入れのある曲なので今日踊れた人に良かったです。そしたら次、うさぎちゃんどうぞ。はい、キセルのうさぎです。私は実は今日が名古娘に入って初めてのイベントで、今2年生なんですけど1年間イベントとかあんまり出れずにいたので、大和なでしこは特に私が初めて名古に入って振りを覚えた曲なので、今日ここで披露できてとても嬉しかったです。実はウサギは今日が初めてなので、そうだったんだ、ね、そうだね、そうですよね、そうだね。あと1曲ですけど、楽しく今日一日イベントを終えられたらいいなと思います。そしたら最後、7期生マキュどうぞ。はい、7期生マキュです。今日私まだ1曲も踊ってないんですけど、それでも練習とかで先輩たちの踊りを見てきて、全曲楽しかったですよね。で、特に私が好きなのが愛を知るで、曲が好きなのと先輩たちのかっこいい踊りが相まってめちゃくちゃ好きで、私が客席から見たいなって思ってたものなので、皆さん楽しんでもらえたらすごく良かったです。ありがとうございます。本当にありがたいバトルでございます。ありがとうございます。はい、それじゃあ、次が最後の曲になります。あ、大丈夫です。もう一個お知らせがございます。お知らせございます。この後、交流会あるんですけども、本日の交流会と、来週の土曜日のイベントだったりとか、8月2日のイベントで名護っ子キャンペーンっていうのをやっておりまして、今来ていただいてるんですけども、名護娘の T シャツを着て交流会に来ていただけましたら、今日っていうかもうその日から使えるチェキ券を1枚プレゼントします。いつまでも大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。いっぱいいろんな世代の名護娘 T シャツを着てくださってます。ありがとうございます。あ、途中でお待ちいただいただけでありがとうございます。入らない、もう外で入れない。ありがとうございます。こんな感じでね、ちょっと、お得なキャンペーンも今企画しておりますので、ぜひとも今日持ってきてなくても次回のイベント行くよって方とかは、名護娘の T シャツを着てきていただけたら本当に嬉しいです。今いろんな世代のがあって本当嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいません、お待たせいたしました。次が最後の曲です。ちょっと勢いが減っちゃったので、ちょっともう一回いいですか。次が最後の曲です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは次最後の曲、ちょっとこの衣装に似合う夏っぽい曲で終わろうと思います。お願いします。マキが出ないとか、マジで。マキ行かないで。終わった。終わった。出るんだ。空は遠き明日、これが最後の夏。
ありがとうございました。この後も楽しんでいってください。すげえ静かだったけど、そして、かわいい。